KOT で TV ご視聴の皆様こんにちは、こんばんは、徳川美希です。今週はですね、ミッキー君が被り物をしておりまして、ライオンになりたいということで、ライオンのミッキーと、共に共演をさせていただいております。今週もですね、引き続きパン教室配信をさせていただければと思います。シュトーレンのパンを作っている様子パート2配信いたします。ご視聴ください。バイバイ。去年もやったね、これね。覚えてる？覚えてる？ちっちゃい。小川さんはじゃあもう出していいですよ。あ、そうです。あ、上手上手。ミキさんもいいですね。粉も濃いのができて。全部足していって足していってこう、そうですそうです、やっぱりね、美味しさが全然違います。でこれを1個ずつ取ってもらって2個取ってもらっていいですか？足りてますよね。耳たぶぐらいにあるのがあって、多分私は雑でこれがいい骨方、テカテカしてるの分かりますか？私はまだ粉っぽいんです。ね、そう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 、これは粉の中に油分がきちっと入ってると、こうやって油分のこういう、はい、私は今お肌でいうと荒れてる肌です。これすごい綺麗なお肌で、はい、はい、でその時のもう赤川さんは大丈夫なんですけど、で岡さんもこうやって見るとすごくツヤツヤしてるので、ゴール大丈夫です。ふーちゃんもすごいですね。なんでですかね。ふーちゃんなんかいつも上手。ミキさんのこね上がりの見極めって結局ツヤツヤしてるかしてないかなんですけど、まだそんな強い、私たちは量が多いから、私とミキさんだけもうちょっと違うできたよってこれ。じゃあ一回ボールを集めちゃいます。ここからちょっと、はい、広さを